ね、もうバランバランでよかったと思う、ね、本当にここが、ね、住友のいいところなんですよ。みんな自分のやりたいことをやる、ね、いつもバラバラ団体行動はできない、しかし御霊作り一致があって、そして許す、ね、受け入れる、そのような感じですね、毎週毎週主の祈りと使徒信条ね、隣の時もうバラバラな、もう毎週毎週やってるのにバラバラ。しかしみんな喜んでやってるんだよね。そこがうちの教会のいいところね、そして私たちはこれは絶対ダメよっていうことね、偶像礼拝会員ね、そこだけはきちっとね、あとは酒タバコ、うん、それはもう信仰によるみたいなね、そんな感じがありますね。ぐず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 言ったってさ、ね、人間っていうのは、ね、クリスチャンになっちゃってもう葛藤ばかりわけよ。こんな私はどうしてって、自分は責めるんだよね。サタンがさ、お前クリスチャンのくせにこんなことでお前落ち込みやがってとかさ、ね、あいつのこと悪い思いもね、この野郎畜生と思うときにクリスチャンのくせに私はって思うわけよ、ね、それはサタンさんだけでさ、ね、違うわけよ、ね、初めからそんなやつが、ね、クリスチャンが清くて正しくて美しいんだったら初めからそんなにはね、ならない。僕たちは清くて正しくて美しくないからこそ神様を、ね、求めて、ね、悪い思いが清められたって足踏まれて許しされたら何の子やろうと思うじゃない、ね、当たり前の話ですよ。でもその時に神様を思い出して、ね、僕たちはあ、こんな俺がね、無条件で神様に受け入れられて許されてね、天国の切符をもらったんだということで、初めて僕たちはね、その人を許す、寛大な心になって、痛えなこの野郎と思いながらもね、神様すいませんっていうことになるんじゃないですかね。ね、落ち込んだ時もそうよ。落ち込んだ時だって同じように、ああもう本当クリスチャンのくせにもう何やってんだと思った時に、あ、そうだよなって、聖書をよく読むと、ね、ちょっと申し訳ないけど、みんなに嫌われてたもの、ね、蔑まれてたもの、ね、体の不自由な人、ね、村八分の人、そんな人とはイエス様は言ってるんですよ。僕はね、いつも落ち込むときに、あ、俺は、あ、そうか、健康な証拠だと、健全なんだと、心が。俺、厄介やってるときは、落ち込んだことがなかったもんね。本当に。怒りをあらわにしてさ、自分の感情コントロールをしないで、そういう生活をしてたわけ。ね、欲望のまま、ね、その生き方をしてたわけ。今はね、葛藤があるからね、辛いと思うんですよ。何やっても、ぐっと怒りがぐっときますよ。僕もね、瞬間に出してパッくるくるきます。でも、その時に、先ほどのね、話じゃないけど、神聖の格子を洗い持って私を召してくれる。くださった神に、神様、ね、神様、最近俺、この言葉があってね、火を持って答える神の神とせよ。ね、私の悪い思いあるならば、神様、あなたの火で、この悪い思いを滅ぼしてください。ね、そうやって言われた時に、僕は、だんだん実感してくる。ね、クリスチャン障害というのは、その戦いですよ。だから、僕たちは、血肉によるんじゃない。そのためにあなたは召され、良いことをするために召されたって書いてある。僕たちが召された時に、もう良い行いをすることも定まってるって書いてあるんですよ。だから私たちはこのままでいいよ、このままであなたは愛されてるよっていうのは僕は救われる前だと思う。厳しいよ。あと落ち込んでる時はそのままでいいよ。でも神様が望んでられるのは私たちの御霊の成長ですよ。成長は神の命令に従っていくときに私たちは成長するんです。そうでしょ？ね。だから、何言ってるの？御言葉ね。愛と、あと、第2か第3、まあ、牧師もそんなもんで、第2か第3か分かんない。ヨハネの手紙に、愛とは、道地の命令を行うことであるって言われてます。命令とは、あなた方が初めから聞いてるように愛のうちを歩むことだったんですよ。僕たちは神様のことを忘れるときは、それどういうときに忘れるかって言ったら、あの野郎クソ野郎、ね、
ハゲチョピン、タンク。ハゲチョピン。俺のこと。ね、そういう時に、ね、神様忘れてるんですよ。愛はないから。互いに愛し合うなら、神が私の間に住まれますよって書いてあるね。第1話にね。そして私たちが、神は真実で正しい方だから、自分たちの罪を言い表すならずですよ。日本人のならっていうのは、奈良京都じゃなくて、そうするならばっていう条件なんですよ。条件を私たちに満たすように神様は必ず答えてくださいます。というのが私たちの必ず答えて、答えてくださる神様。僕はね、これ入れ歯なんですよ。全部イミテーションだからね、滑舌が悪いの。いつか俺はインプラントやってるし、それが夢なんだけど、それは神の体験。僕は、傲慢な夢なんだ。ね、説教者として入れ歯ってのは、ね、大切ですよ。ね、だからいつか、僕はね、先輩なんだけど、旦那さんね、旦那さん先輩の進学校だから、いつかもうね、お金が、ね、入ったら、もう喋りやすく、もうインプラントしたいと。思って、なかなかインプラント、今度テレビ朝日にね、もう細胞、僕も結構いろんなところに、サイボーグなんですよ。いろんなプラスチックが入ったり、プラスチックが入ったりとかしてるんですけど、歯にね、インプラント入れるとします。そんなわけで、用意が整いましたので、次に回したいと思いますので、よろしくお願いします。そして、最後にここで会ったが100年目ですね。今度会った時はですね、ここは参加型なんです。参加型の、コミュニケーションの場で、皆さんが今度僕と会うときには、私はこれができます。私はこれができますということで、何か演目をしてもらいたい。で、笑って、で、終わったら、お酒飲みたい人は僕とお酒飲みに行って、ね、飲めない人はジュースを飲んでもらってとか、ね、そんな感じで、お酒はね、飲む飲まないは、あとは、大人だから、大人の僕はね、教会ですから、僕は大人の教会を目指してね、子供は子供の世界にね、ちゃんと CS を作ってね、そろそろよろしいでしょうか。そんな感じですね、自由にやってますので、はい、大丈夫ですか。うちのおふくろと、はい、鈴木さんが、はい、やってます。Ha ha ha ha!